よし。こんにちは。あ、やば。あ、そういう感じ。これでいいでしょうか。なんか近すぎないか。ここでしかないから。こんにちは。コラボですかね。わかんないんですけど。一応。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。中川さん。お元気ですか？お元気です、はい。今回はコラボ配信でーす。イエーイ！なんと、ほぼゲリラ。急遽。めちゃめちゃゲリラ。そう。今日は、なんかいつも割とレミから誘うんだけど、ヒューカが誘ってくれて、うん、コラボ配信でーす。今日誘って、うん、今日、ね、することになりました。そう、本当はできない予定だったんだけど、そう。できるようになりました。なりました。よかった。ねえ、嬉しい。すごい、お久しぶりって感じ。夏以来？え、めちゃめちゃ多分久しぶりだよね。ね、夏ぐらいからずっとしてなかった。お、ちょっと結構エモい配信になってるんだ。確かに、エモエモ配信。嬉しい。じゃあ、ちょっと、キャッチフレーズをお互い。あ、そうですね。行きましょうか。すごい、はい。じゃあ、徳永さんから。あ、わかりました。はい、じゃあ私がどと言ったら皆さんはレミって言ってください。いきます。はい、はい、星の国鳥取県からやってきました。どうレミ、ありがとうございます。高校1年生16歳の徳永レミです。よろしくお願いします。レミ、レミたでは行きましょうか、うん、はい、行きます。福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカ、ありがとうございます。はい、ヒユカに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 、ヒユカではないんです、そこは。あ、ヒユカになる、ヒユカになる。はい、ということで今日は徳川配信、イエーイ、ありがとうございます。ございます、ございます。徳川です。はい、やっと、もうね、私結構言われてまして、ファンの方に。あ、ね、レインは割と言われてました。はい、徳川配信見たいって、はい、言われていたので、はい、やったですね。やりましたね、やりましたね。なんかさ、なんだろう、うん、この前あったじゃん。うん、あったね。だけどさ、画面越しで会うのは久しぶりだからちょっと緊張しちゃう。確かにね、画面越しね、やばいよね。だって夏以来の、そうだよ、超久しぶり。イエーイ。だって直接、だって最近クリスマスに会ったもんね。そう、会ったばっかりだからこそ、うん、なんだろう、緊張感がありますけど。若干ね、ありますけども。若干ね。はい、ということで今日は久々の徳川さんが、はい、お待たせいたしました、皆さん。お待たせいたしました、はい、じゃあ今日は、うん、そうだ、もう2022年も、うんうん、終わりにさせてもらったんですけど、確かに、ますので、はい、じゃあちょっと、まあ思い出振り返りと言いますか。どう、なるほど、そうですね。一個さ、聞きたいこと聞いていい？え、何ですか？すごい、なんだろう、なんだろうな、いつも、うん、割とレミから言ってるから、ヒューカから誘われるのが新鮮で、なんで誘ってくれたのかなっていうのを聞きたい。嘘、そっか、確かにあんま誘わないよ、私。ね、割と誘わない。本当？うん、でもずっとしたいと思ってて、うん、あ、本当ね。そう、でも今年中には絶対したいと思ってたから、うんうんうん、でもめっちゃギリギリになっちゃってさ。確かに。いや、でももうしたいと思って、うん、とワンチャンス空いてないかなと思って。ワンチャンスね。そう、うん、でとりあえず私の誘った理由としては、うん、はい、もう最後にちゃんと今年中に徳川でまた配信したいなっていう気持ち。嬉しい、すごい、ちゃんと理由があって。そう、ちゃんとそういう理由で。ありがとうございます、はい。いや、ありがとうございます。なんかさ、うん。コラボ配信してる人、メンバーもいないじゃん、最近は。え、そうだよね、結構減ってる。ね、減ってきてるから、うん、すごい。ね。結構、だから皆さんもコラボ配信自体を見るのがさ。ね、久しぶりなんじゃないでしょうか。ね、はい。そうなんですよ、ということで。ありがとうございます。はい。では、2022年。振り返りますか？振り返りますか？1月？1月。
受験生だったのもんね、お互い。そうなんです。中学校3年生だった。そうじゃん。そう考えたら。なるほど。やばいね。やばいね。いや、その時は、本当に交流が少なかったの、お互いさ。ね、そうだよね。交流が、なんか、お互い、そう、勉強してたから。そう。思うように会えずに、交流が少なく、うん。それで、うん、何、キスバイエイトがあったのか。そうだね、舞台があって。舞台があって、そこで、久しぶりに会ったよね。うん。懐かしの再会という感じで。そう。受験勉強大変だったって来てますけど、どうでした？受験勉強は、はい。大変だったけど、うんうん。でも、まあ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 、なんか乗り越えたから、あ、確かに、うんうん、なんか、うん。頑張ったな、みたいな。頑張ったなって感じ。確かに。大変。そうね。でも、逆に言えば、うん、今中3の子はそうだよね。確かに、今まっさに、ね、今まさにか。もう、受験直前って感じで。エモいね、なんか。そのね。なんか不思議だよね。だから去年の私たちはもう今めっちゃハラハラしてるっていうか。そうだよね。ね、年末なんて感じじゃなくてもう受験って感じだよね。受験って感じで。うん。確かに。ああ、やばいね。やばいね。そう考えるともう私たちもここ考えると。でも早くない ?1 年って。早い。だって次こうだよね。ね、やばいよね。やばいよって。そう、びっくりですけど。うん、はい。で、キスバイエットで、そう、久々に会ったじゃないですか。そう、久々に会ったね。そしたら、ちょっとびっくりしたことが一つありまして。うん、何？レミタン、かわいい。レミタンに、いつも通りのレミタンに会えるかなと思ってね。うんうん。だけども。何？あの、男の子がちょっと出てきまして。うん、なるほど。レミタンだったんだけど、うん、ちょっとレミタンじゃないような、なんか、ちょっとレミニの。ああ、そんな子が言ったの？男の子に会って。どこで？普通に？うん、普通に舞台で、ね、結構まあイケメンだったんですよ。マジ？うん。ねえ、その子会ったことないんだけど。あ、ないんだ。結構レミに似てたんだけど。マジ？かなと思ったんだけど。ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー的な？かもしれない。なんか結構茶髪っぽい感じ。うん。で、なんか、南郷かなんか、ちょっと名前がついてた気はするんだけど。そうなんだ。そう。ご存知ないんですけど。あ、ご存知なかったですか？初めて知りました。初めてですか？はい。そんな方いらっしゃったんですね。そうなんです。でも、後からその後はもうレミにちゃんと会えて。あ、ほんと？そう、舞台が終わってからレミに会えて、で、二人でなんと、汚れている真実。そうじゃん！ダブルセンターも！ダブルセンター。させていただきました。そうじゃん、あれってね、うん、どこでやる予定だった？エイトの日でやる予定だったんだ本当は。あ、そうなの？なんかさ、一回ダブルセンターで、あ、そうだ、ね、送られてきて、おダブルセンターだと思って多分レッスンまでした気がするんですけど、私は、ね、それもだってそれだもんね。そう、それで延期になって、やっとキスバイエイトでダブルセンターができましたみたいな。そうだね。そうなんですよ、だから。やばいね。じゃあ。頑張った、マジで。本当にさ、私たちレッスンは何回もしてるのに。そう、なかなかね、披露する場がなくて。そう。悩みましたね、あれは。もう、またなくなるんですかっていうな。そう、なんかね、二人でお話してたよね。そう。頑張ったのにね、みたいな。そう。だから、ちょっとまたいつかしたいねって言ってたら。ね、できたんだよね。そう、ちゃんとダブルセンター実現できました。嬉しい思いで。でも、あれっきり。うん。ね、なんか、ユニットとかも一緒にしてないし。いや、そうなの。そう、全体曲以外で。うん。何？はい。ちょっと忘れてませんか？ユニットあれ以外してませんか？違う、あれ以来、あれ以来、5月以降したなんか。レミちゃん。待って、ごめん。なんか俺今忘れてる？何変わったっけ？あー待って、やばい！マジで申し訳ない、それは。やばい、やばい！ちょっともう顔見せられないわ。レミさん。覚まして覚えてますか？もうダメだ。もうね、レミ。
あの、夏の記憶がなくて、本当に。本当になくて。夏の記憶なかったね、完全に。夏は、レミ、怒涛すぎて、うん、うん。本当に夏の記憶なかったわ。そうだ。ちゃっかり、ちゃっかり二人でやらせてもらってた。ね。そうですよ。ちゃっかり。ごめん、めっちゃごめん。ごめん。やだ、ちょっと、リーチの顔は見せられません。ちょっと、レミさん、大丈夫ですよ。怒涛だったので仕方ないです、それは。ちょっと、ごめんなさい。それは、ダメですからね。コラボ配信なのに、私一人になっちゃってますけど。申し訳ない。いやいやいや。来ましたね、もうなんか。思い出しました。ん？思い出しました？思い出しました。ちょっと鮮明に。めっちゃ練習したなっていうのを。そうですよ。そう、うん、なんと、その時、なんとね、そのわがまま流れ星も、昔、一回ちょっとね、二人でやろうと、あって、レッスンしてて、してて、そう、前座でね、やる予定だったんだよね、本当は。何の前座だったか忘れたけど。だけど、それもまた延期になっちゃって、そう。それで、もうね、めっちゃ、もう2年、1年半前ぐらいにレッスンしたものだから、二人とも忘れてて、そう、しかも、それが、少しだったもんね。そう。そう。あ、先輩方に助けられながら挑んだ本当にわがままな流れ星ですね。あ、ごめんなさい。思い出しました。ね、そう思い出しました。そうなんですよ。ね、すごい練習したね、二人で。めちゃめちゃ練習したね、もうずっと。こっちはこうで。本当に、そう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 。ずっと練習してたし、わがままな流れ星ってめちゃめちゃ歌詞がむずくて。そうなの。めっちゃ全部違うんですよ。全部やばい。本当に頑張った。けど、でもね、すごい好評で、うん。ナッツの先生からも良かったよって言ってくださったり、ね、ファンの方も、やっと徳川のユニット見れたっていうのをね、言ってくださったので、すごくいい思い出です。あれっきりね、あれっきりなかったんだよね。そう、あれっきりもないけど、そうだね。またね、私たちなんか、うん。ユニットとか、そういえばなんですけど。はい。それユニットといえばというか、また二人でさせるといえばなんですけど。はい。あの、今回ですね、私、あの、あ、リリー。リリーさん、センターやられてらっしゃる？何やる？そう、それです。の、ね、リリーにちょっと、ね。今回立候補させていただいてます。びっくり。ありがとうございます。そう、びっくり、なんか、調査入り見たち知らなくて、全然。あ、知らなかったの？なんかそう、なんか、誰ですかみたいな。誰なしメンバーですかみたいな。うん。はい。みたいな。あって、でも、濁されちゃったから、どんな感じだろうみたいな。うん。感じで思ったら、急にそう、投票が始まったから、おーってなって、すごい、たくさんの方が立候補してくださって嬉しいなっていう気持ちでいっぱいなんですが、その中にもヒエカがいてね、嬉しかったです。そうなんです。そう。履行させてもらってるんですけども、うん、はい、ということでちょっとレミパイセンはもちろんセンターになられているということで、うん、ちょっとねそのバーチャル空間のことについてちょっと聞きたいなっていうことがありまして、うん、はい、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、うんうん、何？そうですね、うん、やっぱりサリーじゃないですか、うん、はい、サリー、一応、はい、サリーサリーじゃないですか、うん、してますね、はい、サリーさんは、ね、どういうキャラクターとかありますか、うん、コンセプトとかコンセプト？でも、なんだろうな、割と、うん、割とサリーって言ってもレミだからそうだもん、ね、そう、レミにレミの、あれキャラクターというか、うんうん、でも見た目は全然違って、でもバーチャルのあの撮影ってすごい、うん、なんだろう、画面でさ、映し出されてるから、はいはい、あの、めちゃめちゃね、動きを大きくしないといけないし、大げさにしないといけないから、うんうん、そう、割と、キュート、キュートな感じ。おー、アイドルって感じですね。おーなんか結構さ、サリーさんの見た目とかもさ、はい。かっこいい感じじゃん。確かに、そう。金髪じゃない。振りはキュートな感じで。そう。でも、うん、うん、そうだね。割と、うん、それを意識してやってます。うん、私は。ああ。なるほど。そうなんです。そうだな。じゃあ、あと、うん。
はい。なんだろうな。言いたいことたくさんあるけどな。何何？でも、うん。そうだな。あ、わがままメタバースあるじゃないですか。はい。はい、はい。あの、フリーをちょっとレクチャーしてほしいなと思って。え、うん、?TikTok で踊っていらっしゃいましたよね。一部ね、ここね。ちゃうちゃう。あちゃうあるね。そこをちょっと自分でもやってみたんですけども。うん。うん。難しい。うまくならなくて。確かに難しい。めちゃめちゃ。ちょっと正式な振りをね。はい、わかりました。いいですか？でも、はい、めちゃめちゃ簡単なんですよ。お、本当ですか？もう、ダブルピースを作って、はい。X。あ、X ね、これ。X、はい、R、お、ワールド。おーい、そういうことか！そう。チャチャチャ。で、ハート作って、はい。バタチャール。回します。でも、はい、XR ワールド作って、アート作って、ばあちゃーん。と繰り返しですね。そう。ちゃちゃちゃ、ばあちゃん。こんな感じ。いや、簡単でしょ？結構簡単ですね。XR ワールド。で、ハート。ハートです。おー。そうなんですよ。見てもらってもいいですか？はい。ダメなところがあったら言ってください。あ、はい。いきます。はい。ちゃちゃちゃ、ばあちゃん。ちゃちゃちゃばあちゃん。ちゃちゃちゃばあちゃん。で、こっからです。たたた。あ、こうか。そう、もう、なんか、くんたんたん。たたたん。たたたん。何回言ってもいいけど、回して、たん。で、ここで、ちょっと見えないけど、うん、なんか、なんかなんだろう。引き寄せてくるみたいな。一回離して引き寄せる。ちゃちゃ。ちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ。ああちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ。ちゃ、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 ちゃ。で、なんかね、その後なんだけど、はい。エモートっていうのが、中にあるんですよ、バーチャル内に。エモートで、紙吹雪っていうのがあって、うん。そう、次の振りは紙吹雪を吹雪いてる感じ。たたた、メタバースで、なんだ、右の右上、左上、横、右横、左横で、メタバースギュッて集めるみたいな。ちゃ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 、ちゃ。そう、トントンタタタって感じ。おぉすごいちゃ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 。そうです、そうです。おぉそうなんですよ。こんな感じで。いや、ありがとうございます、ちょっと。いえいえいえ。やっと、そういう、このね、理解が。確かに。何を作ってるんだろうってずっと。早いとね、リムね、マジで全然わかんなくて。大変だったんだけど。できたら簡単です。確かに、慣れると。いい慣れると。ありがとうございます。ありがとうございます。サリー先輩にそんな教えてもらえるなんて。そんな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちら。ありがとうございます。そうで、今回その、うん、カーリアルのメンバー、新メンバー、はいうんうん。そうさせていただいたということで。はい。そう、私の心意義としてはですね、その、うんうん、やっぱり、先ほども言ってました、夏のその流れ星、わがまま流れ星以来、はい、その私たちが見れてないと。確かに。そう、一緒のステージに立ってるのも本当に、稀、うん。稀だね。ね、うん、チームも離れてるから。そうだね。そう、だから、ね、この機会にぜひまた徳川で、うん、ね。いつかね、そう、確かに。したいので、ありますもありまして、そう、はい、私メイトもね、ね、中止が決まっちゃったので、そう、そう、だから本当にだんだん会える機会とか、うん、ね、減っていくしね、チーム違うとマジで、うん、同じステージに立てることが多分なかなかね、ね、本当のぐらいでしかない、うん、そう本当にだから皆さんのお話し会とかでは会えるんだけど、そうだね、ね、踊るって。うん。そう。なんかラグくない？ね、ちょっとラグいよね。ラグいよね。なんか電波がバグってきた。あ、レミが明らかに、え？要望があって。なんですか？やっぱりさ、さっきも言ってたし、チームメイトが活動休止されて、はい。なんか立てる、一緒にね、うん。立てる機会もないし、うん。チームも離れちゃったから、なかなか
多分もうさっきも言った通りなんだけど、食べる機会がないから、はい、一緒に雫に出たいなって、それ思ってて、だから覚えてほしいなって思っちゃったり。出ましょう。え、出たい。出たい。出たいなんですけど、これは、もう全部。そうですよね。そうだから、そう、うん、いつか、あの、活動休止前までには出れたらいいなって。いや劇場もね、あの、終電、うんとか以外だったらさ、立ててないじゃん、一緒に。うん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 。そう、だからこれから先も、多分一緒に立てる機会なんて滅多にないと思うから。そうだよね。だから、あの、雫に一緒に出たいなっていう、私からの要望でございます。いやー、それはもう本当に私も思ってて。うん、うん、うんうん。今は絶対その活動休止前には絶対出たいので。そうだよね。そうですね。ずっと練習してたもんね、みんなで。レッスンして。そう。あれも。何年前 ?2 年前、うん、?2 年半前くらいかな。やばいね。ね。いや、本当にあれ以来だから、いや、出ましょう。これはもう本当に。お願いします、ぜひ。ぜひ、私頑張りますね。私次第なので。そう、あと3ヶ月ぐらいあるから。頑張ります、その、いつか絶対。いいなって思います。いいこと言う。そうです。私からの要望でした。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、私も出たかったので、うん、ちょっと一緒に出たいですね、うん、本当に。叶えたいね、本当にこれ。本当に、頑張ります。あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。大変だけどね、一公演覚えるのすごい。そうだね、でも、みんなこなしてきてることだし、確かに。そう、だから、頑張ります。頑張れ。頑張ります。出ましょう、一緒に。出ましょう。いや本当にそうだから徳川で、うん、そのね、うん、今まではチームメイト一緒で、まあ、兼任もチームね決まってなかったから、そうだね、そう本当に常にずっと一緒にいたんだけど、おやね、兼任も発表されて、ね、同じチームになれるといいねってあの発表前までずっと言ってて、ね、そうで、レミが先に発表されて、やばいってなって、ドキドキしてたけどね。ね。だねっていう話。そうだから、チーム B と4になっちゃって、そう。でもまあ、お互いね、兼任先で頑張ってたけれども、そうね、そうですね。なかなか。なかなかね。ないもんですね。そう、だからこういう、ね、配信とかで、うんうん、そういう場を作らないと、本当に。確かに。確かに、それはある。そう。だから最近、755も、まあ、ちょこちょこ、まあ、あげたりとか、そう、してはいますが、うんうん、なかなか。ね、なかなか。なんか、現状ですから。そう。ですよね。だからもっとね、2023年は、ちょっと、活動休止もありますけども、はい。もっとね、徳川の良さとかも。そうだね。ね、広めていけたらなって思いますから。うん、確かに。うんうん。大事なのでね。そうです。共に。頑張りましょう、共に。はい。ね、勉強もあるけど。勉強もありますけど、ね、まあ、高校にね、なりますからね。ね。ね。大切な時期にもなってきますが。はい。ね。頑張ってみましょう。ね、切磋琢磨し合いながら、はい、頑張りましょうね。頑張りましょう。なんかすごい、はい、今まで配信、今このね配信始まって今まであの日向のさキャラが違いすぎておもろい。どういうことですか？ちょっと教えてください。はい、二人で会う時はマジで超ふざけてんのにすごいはははみたいな感じでて面白いね、面白い。え、じゃあ、やっぱりね、うん、話すってなるとね、人に、ね。まあ、確かに、真面目な話だしね、今。そう、なんか、その、やっぱり話してると、ついつい、その、問いかける感じになっちゃったりとか。うん、確かに。真面目な感じになっちゃうんですよね。確かに、それはある。そうなんですよ。うん、でも、普段は本当に、まあ、でも、本当に感じ？うん、全然。本当にね、本当にやばい、いうか、キャラがやばいの。いやいや。ね、なんかね、すごい、突っ走ってる感じです。
あ、本当ですか。面白い、すごい。見てて楽しい。ねそう、これはちょっと裏話なんですけども、そう、本当は、レミタンが動画を撮ってくれて、私がふざけてるところを。マジで面白い動画があったんだけど、そう。そう、だけどね、さすがに、あげる。さすがにちょっと私がやばい顔をしすぎてたからねちょっと面白かっただからそれはさすがにレミタンの中でちょっとだけが、まあ、なんかそう保管してる独り占めしちゃうぞみたいなそうそうそう独り占めしちゃってください感じでねなんですよだからそうレミタンそう2人はねなんか結構もう本当にザ・ JK って感じで確かに JK 本当にからね私たち一応ねそうですよ一応こう見えて私たちは現役なので現役なのではいなのでもう本当に二人きりだとあ光ってますねなんかさ暗すぎないと思ってレミねレミさん前の配信も言ってなかったね暗いなと思ってねなんだろうと思ってちょっと光をそうだから、うん、そうねこうやってちゃんとなんかまともな話と言いますかそうだね。してますけれども、普段はもうほんと、JK ですから。JK ですよ。めちゃめちゃ。そう TikTok もね。あ、そうだ、TikTok! はじめましたはじめましたはじめました私、TikToker に。ヒーカとの動画も上げてるので。あ、上がってますので、ぜひ皆さん、どちらもフォローよろしくお願いします。お願いします。なんかコメントとか、いいねも、よろしくお願いします。そうなんです。だから、前お話し会で会った時に、ちょうどレミがね、うん、その TikTok を始めましたよという時に、あったので。なんか、ヒッペにいた、古いって言われました。前言ったんだけど、この前配信した時に。そう。ちょっと。ね、何ですか？いい気でも。はい。本当に、うんレミタンが言ってたのは、もう流行がもう終わった、一個終わった前、一個前のやつを、流行ってるよねって言って、私の前でこうやって、チュッ、えーくんね、ごめんって言ったんですよ。え、ちょっと待ってみたい。それは、一先前の流行りだよって言ったら、めっちゃびっくりしてて。いや、だってレミの中ではこれがもう最先端すぎて。そう。なんか、めっちゃビビってて。うん、びっくりした。私が逆にびっくりしちゃって。みたいな。お互いなんか、ってなってて。そうだから私が、今の流行、教えちゃうでっていうことで。でもらいました。そうです。私がね、ちょっとこれ流行ってるよっていうことをね、言ったんですけど。でも、難しい。TikTok ってすごい。そうだね。最近の TikTok、ダンス系が結構増えてて。ね、なんかさ、難しいダンスばっかでさ、ちょっと、初心者向けではない。ね、昔とかはさ、やっぱ手とかの振りだけだったりするんだけど。そうそうそうね、なんかレミたちの時代、これが流行ったよね。あ、懐かしい。いや、絶対できるみんなやつなんだけど、これは。うわ、やばい、やばい、もう慣れてるもん。もうやばい。こういう、こういうね、だから手だけ使ったり。そう、なのにもう最近はさ、全身映してさ、そう。踊ってたりとか、手が覚えてるぐらいさ。わかる。本当にわかる。流行ってたよね。そう。だから、うん、そうなのよ。やばい。本当に時代も変化してきてますよ。ね、もさ。変化してますよ。すごい。ね。本当に、どうですか？慣れました？慣れてないです。なんかね、そう、レミタンずっとね、難しすぎるって、覚えられないってずっと言ってて。難しい。そう。あげるので、皆さん楽しみ。いや、もう、慣れたらね、楽しいんで。楽しいわ。そう。JK だよね、もう、マジで。いや、本当にそうなんです。JK。だから、いつかちょっとバズりたいよね。ね、バズりたいね。ね、バズらせましょう、何か。バズりたい、バズりたいです、ぜひ。ぜひ、バズらせてください。お願いします。お願いします。でも、バズらせるって言葉自体ももう古いのかな。え？何今。何？何なんだろうね。バズらせも最近聞かない気もするな。マジで？うん。え？なんかわかんないよね。もうついていけないもんね。現役だけど私たち一応ね。何？バズらせめっちゃ言ってるんだけど。え、何が流行ってるの今。何が流行ってるんだ言葉。何が流行ってるんだ何が流行っ
何が流行ってます？そちら。え？でも私なんだろうな。うん。でも私友達がね、結構なんかみんな、ちょっと変わった子が多くって。うんうん、え、AKみたいな感じ、ヒルカの友達みんな。そう、すごいね、キャピキャピしてるというか、もう私は出てきないんですけど、みんなに。そう、でもすごいね、もう、ね、なんか、でその子たちの多分オリジナルなのね。あー、なるほどね。そう、流行ってるっていうか、自分の中で流行ってるよ、みたいな。うんうん、自己流的な。そう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 、だから、多分言ってもそんな流行ってない言葉だから。さ、なんかさ、よくさ、やっぱりね、みで高校生だから、流行ってるの何ですかって聞かれること。そう、めっちゃ困るんだよね、結構。そう、何が流行ってるんだろうと思って。でもなんか、やっぱり流行ってるもの、みんな共通してるのは TikTok ぐらいじゃん。わかる。だから、なんだろうってなる、いつも。難しい。うん。うん、何なんだろう。何が流行ってるんだろうね。何が流行ってるんだろう。でも最近なんかさ、これといった流行りがなくない？確かになんかね、流行り、流行ってもさ、マジ、うん、秒で過ぎ去っていくじゃん。そうね、早いよね、最近。早い、マジ早い。こう入れ替わりが早くって、だから今どれが流行ってるのかとか。わかんないよね。そう。あ、パピープペポーだって。パピープペポね。そう。撮ったよ。流行ってるわ。撮ったよね、この前。そう、覚えたよね。覚えた。そう。確かに、そうだよね。でも最近さ、うん、それなんか、アイドルさん、うん、アイドルさんの曲が流行ることが。ね。TikTok も最近そういうのめっちゃ多くって、嬉しい、うんうん。AKB もなんか。ね、なんかね、流行った。なんかね。流行らせたい。そう。へぇ、あとなんだろうな。ね、なんだろう。でも、リミ最近あの、うん、知ったというか、言葉があって。はい。ガンダ。ガンダ？うん、って知ってる？ガンダってめっちゃ急ぐこと？そう。うんうん。それを最近初めて知ったんですよ。ガンダ？うん、ガンダを。感動した。最近なのかな？いや、でも古いらしいよ、これ。古いんだ、やっぱり。なんかそこ、最近ではないのかなと思って。ガンダをね、最近初めて知ったんだけど。あ。古いらしい。やっぱ、時代についていけてない。本当に。いやー、でも。うん。それをなんか、なんて言うんだろうね、うん。でも流行ってた気もしないけどね、ガンダは。マジで？あやばい。本当に、一部の人が使ってたイメージがあるけど。へぇ。どうなんだろう。どうなんだろう。ね。ね。ね、でも、うん。気分下がるとか言うじゃん。うん。そういうのを気分、なんか、バットとか、言うらしい。へぇ。バット。バット、バットだわ、みたいな、今。うん。今バットだわ。へえ。そう言うらしい。そうなんだ。でもなんか流行りってさ、もともとあった言葉をちょっと言い換えたりとかさ。そう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 。そうなんか、うん。今流行ってるものって昔流行ったものがさ、再流行みたいなあるじゃん。ね。で服とかそうだよね。ね、そうだよね。うん。そうだからまたね、昔の方が流行るのかな。あ、また光ってる。何がやるんだろうね。ちょっと予測してみない？何が次流行る？でも昔に何が流行ってたんだろう、まず。そうだよ、そこからなるよね。いけない。何が流行ってたんだろうね。TikTok ってさ、昔流行った曲が流行ってたよね、またまた。いや、流行ってたね。ね。うん。すごいなと思った。やっぱなんか、エモいってなるのかな、やっぱ。気持ち的に。あー、確かに。なんかさ、さっきうちらがやったさ。ね、エモいよな。懐かしいってなってまた再ブレイクするのかな。もうすごいね。だってもうこれやばいよね。これやばいよね。もうこれやばいよ。本当に無意識にできちゃうもん。そう、本当にうちらが昔、もう小学生くらいの時に。ね、時めっちゃみんな練習して。ね。そう。ミクチャーじゃない？それこそ。あー、ミクチャーね。とかね、すごい双子ダンスとか流行ってまして。流行ってたね。ね、やばいよね、そう考えたら。面白い。いや、双子ダンスも TikTok 撮りたいね、徳川。ね、撮りたいね。なんか、懐かしいので撮りたい、ね。絶対多分あると思う、知ってる、ね、お互い。絶対あるよ。絶対あるよね。うん。撮りたいですね、それも。ぜひぜひ。ぜひぜひ。
でもなんだろうな、うん、昔、今 Y2K ファッションみたいな。ああ、流行ってるね。そう。でもなんかそういうのって、時代にも乗っ、あの、久しぶりに来たやつだけど、うんうん、今の時代にも乗ってるっていうか。いいね。なんか、みんな、ね、一つはアイテム持ってる感じじゃない？割と。ね。そう。なんなんだろうね。難しいな。暗いですか？暗いですか？私。え？でもそんな、だけど私が暗すぎるか。確かに。暗くするか。しなくていいですけど、全然。でも、暗すぎる。ほら。ああ、確かに。ちょうどよきまるになりましたかね。あれですね。ゆきまるとかさ、ひゆか、すごいなんか、うん、なんかよ、あんまり聞かない言葉を使ってるイメージ。うん、そう、なんか私結構ね、使っちゃうんです。語尾にそういうのをつけたくなっちゃう。確かに。似合うとね、言ってるよね。それは言わない約束だよね、みたい。ごめん、ごめん。でもさ、なんか似合うしか言ってないから大丈夫だと思う。あ、似合うしか言ってない。でも、え、止まった。ごめんなさい。充電が。あ、ちょっと残り 20% になっちゃった。うん、あ、わかりました。じゃあ、それまでに、はい、いい感じ。そう、あの、にゃは、あの、普通に、友達と、うん、まあ、あ、そうです。はにゃとか、あー、確かに。ちょっと、やってたじゃないですか。うん。だね。そう、それで、なんか語尾も、うん、なんか、今日いけるかにゃみたいな。え、そうそれで。え、この手は何なのなんか、はにゃみたいな。ね。そう。すごい面白いんですよ。そういう感じで、じゃあつけちゃいますね。なるほどね。はい。いや、面白いなと思って、いつも見てます。あ、本当ですか。そう、最近ちょっとね、絵文字、ハマってる絵文字がありまして、最近。ね、猫のさ、ね、違う、ウィンクのやつ？え、ウィンクもハマってるんだけど、私が個人的にめっちゃハマってるのが。うん。え、はいはいはい。っていうちょっと LINE 後から振り返ってみて。マジでこれめっちゃ使ってるの。スタンプ？スタンプっていうか絵文字、あの顔文字。はいっていうやつをもうめっちゃ使ってるわけ。マジ？そう、ちょっと見てみて。スタンプなんだろう。なんかさ、割とレミたちの世代って、うん、iPhone のスタンプというんですかね、あれは。ハートとか、うん、あれが割と使うじゃないですか。でも、ひゆかって、顔文字をよく使うなっていうイメージ。そう！本当に？え、でも、そうだなぁ。その友達とかに送るときとかは、うん。顔文字、こういうなんか。ああ、なるほど。そうです。そう。とか送るんだけど、やっぱりそのまあ、インスタとか、ツイッターとか、うん、なんか見てるときは、うん、やっぱちょっとまあ、新世代な感じで。新世代な感じでね。時代ちょっとまあ感じで、ちょっとまあちょっとなんかおしゃんな感じ。そう、スタンプ使いめちゃめちゃうまいなって思います、ひゆか。いやいや、レミの方がなんかね、そのおやすみなさいって毎日送ってるじゃないですか。はい。その後になんかいつも可愛い絵文字をちょんってそう載せてるじゃないですか。はい。そう、だから可愛いと思って、そう、私も見習ってるんですよ、レミさんを。本当ですか？本当ですよ、もちろん。私初めて聞いた。本当ですか？ありがとう。そう、私はレミとかそういう親しい人にはめっちゃ使います、こういう顔文字。顔文字はね。そう。女性はこういうね。そう。スタンプ的な。そう、使ってますね。そう、見てみて、マジでめっちゃ使ってるの。そう。いやー、記憶にない。え？ウィンクの絵文字、顔文字はよく見ます。あ、そう。あとそれプラス赤いびっくりマークだよね。ああ、そう、ヒーカといえばそう。あと、猫ね。猫もね。猫もね、使ってるイメージも。そう、結構なんか、ちょっと おじいちゃんみたいな感じの。ね、その、なんか流行ってたよね、前。そう。おじいちゃん構文みたいな。うん、そうそう。そんな感じ、ヒーカ。マジで。そう、それが好きで。うん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 。なんか、めちゃめちゃ表現しやすいというか。うん。楽しそうとか、嬉しそうとか。ね。ね、そのイメージ強いです、私も。なんですよ。だから使っちゃいます。これからも使っていってください。これからもちょっと広めていきますね。これ流行らせますね、じゃあ私も。そうです。はい。
Z 世代として。あ、これ Z、ね、それもなんかよくわかんない、Z 世代。Z 世代はなんか、なんだろう、なんだったっけ、2000何年生まれから、2000何年生まれの間の人を Z 世代って言うらしい。あ、範囲が決まってるんだ、その世代。そう、範囲が、決まってるらしくて。すごい。そう、私たち Z 世代です。え、ってことは、Z 世代ってもう次なくない？確かに。だって ABC で、あ、そっか。XYZ だよね。GZ、うん。確かに。確かに。確かに。なんだろう、次は。え、なんだろう。さあ、レイたち平成生まれじゃん。なんか、令和生まれっているのやばくない？そうだよね。改めて考えるとね。改めて考えるとさ、え、ってなっちゃう。だって時代が違うんだもんね、もう。やばいね。あ、1990年中盤から2000年代終盤が Z 世代らしいです。おお。なるほどね。Z。そう、だから、なんか、その方たちがさ、未来を担うわけじゃないですか。令和生まれ。そうだよね。なんか不思議な気持ちだなって思う。平成生まれじゃないっていうのがね。そうだよね。そう。令和生まれってやばいよね。やばいよね。ね。てか次、行きました。次、アルファ世代だって。え？何アルファ世代？アルファ？プラスアルファ的な？おー、え、すごい。何それ。アルファ世代。アルファ世代。じゃあ、レイたちはさ、いや、ゆとり世代とかの延長線なのか、うん、なのかな、そこから。そこからね。Z。なのかな ?Z。Z。あ、ローアルファ、確かに。すごい。だから、なんかもうね。うんうん。でも、追いついていきたいですよね。いつでも、やっぱり時代の最先端にいたい。ね。いたいよね。ね。せっかくなら。頑張りたいですね。現役高校生。現役高校生ね。今の AKB にはまだ数少ない人たちですから、現役高校生。そうですね。確かに。ね、うん。ないよね。うん、そうだから。頑張っていきましょう。思います。共にね。共にね。何時ぐらいですか、今。今は5時42分です。あ、割とお話ししてる。そうです。かなりいい時間。かなりいい時間帯。ヒーカの充電もやばいのでね。そうですね。じゃあそろそろ。はい、ランキング読みたいと思います。はい。じゃあ、交互に読みますか。あ、そうしましょうか。じゃあ、いきます。はい。バジローさん、ありがとうございまーす。ございまーす。13位、くんくんさん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。12位、だよ、星りんちょさん、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。12位、塩こうじいさん、ありがとうございまーす。11位、はい、176センチさん、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。11位、しょなみさん、ありがとうございまーす。10位、おうちゃん、レミ組さん、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。10位、チームアットリミーさん、ありがとうございまーす。9位、ジャナトさん、ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。9位、竹蔵さん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。8位、マックス、鹿児島さん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。8位、ネッタボさん、ありがとうございまーす。7位、シッヒー344さん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。7位、GS さん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、レイドさん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。6位、大輔さん、アットマーク、レミヒューの可愛いが、渋滞、かな、渋滞してるよ、みたいな感じです。お、ありがとうございます。5位、ショート、アットマーク、レミヒュー、ラブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、岩瀬さん、ありがとうございます。4位、ゆきたん、アットマーク、徳川しかかたーんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、サッタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ジョニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ミーティアライトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、ヤシノリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
に、翔くん、アットマーク、レミヒュン、ラブ。またラブ来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。1位、立花、アットマーク、2023年は、徳川の年にさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、1位、ナッカーさん、ありがとうございます。では、ちょっとラッキーレミのコーナーに行きたいと。あとからラッキーカに行きますね。お、ラッキーカに。32、ケントレイさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続いては。60位、ウッチーさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと、見えない。見えないというか、ちょっと。あれ、ダメだ。待って、もう一回。あ、86位、コロタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。本当に。ギフトもありがとう。ありがとうございます。ということで、私もラッキーカニカに行きます。はい、22位、旅人 DX さん、ありがとうございます。ラッキーカニカに。そしてもう一人の方行きます。はい。はい。37位、ミネマルさん、ありがとうございます。ラッキーカニカにまた見てください。ギフトも皆さんありがとうございます。本当に。ます。では、スクショ行きましょうか。行きましょうか。合ってる？これ。合ってますか、これちゃんと合ってますかね。どうだろう。ん？向き合ってるよ。よかった、じゃあこれでお願いします。どうでしょうか。え、チーズ、いい感じかな。続いては、お、なんか似てる。すごいね。うん、じゃあ私が続いて。あ、違うけど色が違う。そうか。できましたかね。あと何があるだろうな。あ、ハート。ちょっとこんな感じ。じゃーん。できました。皆さん今日も本当に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。本当に急遽あった配信だったんですけど、また徳川配信するので、その時はぜひお越しください。待ってます。またありがとうね、今日はレミタン。こちらこそ誘ってくださってありがとうございます。いや、こちらこそ。また2023年もそうだね、よろしく。頑張りましょう。では皆さんも本当にありがとうございました。では、はい、バイバイ。またね。また会おうね。また会おうね。バイバイ。じゃあね。あ、スクショたくさん載せてください。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。